あ、なんかやってる。あら、歌葉、これは食べられるんでしょうか。いやーもう食べれると思うよ。多分美味しそうだもん、見た感じ。ほら、めちゃくちゃ美味しそう。わあね、食べる食べれる。白くてふわふわしたお菓子はありませんでした。あ、ケーキか。甘くて美味しいと人気が高い。食べる食べれる。さっき靴屋さん見に行ったけど、気に入った靴は全部大きくて。あー、なるほどね。失礼しちゃうわ。うん。ベロニカはちょっと子供すぎるからな。蝶々の家入ったっぽいね、さっきね、多分。ここだって、さっきあったわ、蝶々、多分。で、なんか、パール盗んでった気がする。間違いないな。せやな。大丈夫、怒られないかな、パール盗んでったけど、多分。お？あ、留守？どちら様でしょうか。勇者やで。あ、全然違ったわ。あのおじいちゃん違うのか。ラハディオさん。ラハディオさん、こんな感じなんだ。昔はもっと痩せたのかな。え、その顔は悪魔のってなっちゃうの？なるわけじゃない。あ、なっちゃうのか。いやー、ラハディオさん、そういう情報通でもあんのかな。困っちゃったね、これね。お前見て妙な顔してた。ねえ、映えちゃったかもしんないね、これね。それ以外何の可能性があるかな。おお、セクシー。神様、こちらに立ちちゃったんですね。ちょっと困ったことがあって、お姉様大変。え、どうしたの？なんかまた喧嘩してんの？ありそう。あのおちびはさが焼ける。船は出すのに行ってらるぜ、じゃ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 。どうしたの？あ、男の子と。あー、杖を盗まれちゃったんだ。なるほどね。お前だとガキじゃねえか。ちょっと痒いだけ。これはね、相手が悪いね。怒るよ、それは。何があったの？道を歩いたらいきなりあの男がお姉さんの粒を引っかくって。引ったくっちゃったんだ。それかんね。ギラ。メラ。いいよ。おー、渾身切り。あ普通に取れちゃったね。くって感じになってる。ベロニカかわいいね。優しい。神優しいな、普通にね。おー。私の杖の杖どうするの？本当だよね。何するつもりだったの？ん？あ、そういう杖が似合ういい男になりたかったみたいな、そういう感じ？どうしたの？ん？どうした？この子喋れないんだね。声が出ないのかな、この子は。それとも、どうなんだろう。あ、ヤヒムか、これ。息子って言ってたっけ、ヤヒムって。へぇー。俺はラットで、こいつはダチのヤヒム。蝶々のラデティオの一人息子。ねえ。一緒に遊んでたけど、数日前声、人形みたいな感じか、それじゃあ。そこであの、声がこう治るっていう感じの、あの、草を取りに行くっていう、そういう流れか。はいはいはい。マヌーハでいけるんじゃない？もしかしたらね。ん？わー、セクシーだな、またこりゃ。これまたセクシーだな。呪いがかかってる。あ、やっぱマヌーハでいけるんじゃない？マヌーハで。どうなんだろう。さえずりの蜜、それだよね。魔法の蜜を取ってきてっていう流れか。あ、いや、それで蝶々の信頼も回復してみたいな。回復というか、まあ、手に入れて的な。なるほどね。西の方に顔をサボコマットで行くと、清水の、冷水の洞窟。奥にすごく綺麗な泉。はい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 。うん。ドアポシュートなんだけどさ。オッケー任せて。お兄ちゃん、アンニエちゃん。清き水の泉で、さえずりの水も作って持ってきてくれ。オッケーオッケー。ベジータ。なるほど。そういう流れね。つ。スウェーブを奪おうとしたのは分かったよ。俺とヤヒムは兄弟みたいな。あ、はい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 。おばあちゃんの声何してんの？靴？あ、靴屋さんなんだ。なるほどね。若いっていいね。せやな。私も昔は若かったからね。はーい。ということでね、続きをやっていきます。シルビアのね、強さを見てみたところ、リホイミ、ザメハ、バイシオン、ピオラ、ピオリム、ボミエって感じで、サポート系の魔法がね、たくさんあるっぽいですね。バイシオンがあるもんで、バイキルトを覚える的な、そういう感じだと思うんでね。まあ、ボス戦の時はシルビアでっていう感じでやってもいいかもしんないね、これは。さあ、そして、なんだっけ、仲間。話は聞かせてもらったわ。男の子を助けるために、ダハルーネの町の西の洞窟へ向かう。あ、はーい、オッケー。ダハルーネの西の洞窟に向かいましょう。ってことで、ルーハで、ルーラで、ダハルーネに行って、これで外に出ればね、早い作戦。そういう風な感じで使いましょうっていうのも、多分あると思うからね。おお、見てこれ。これが勇者です。なんで顔向こう向いたの？多分ね、レベル的にはね、まあ、サクッサクッとそのまま行っちゃって大丈夫だと思うから、まあ、サクサクッと行っちゃいますかね。まあ、途中途中にいる敵は倒していってもいいかもしんないけども、まあ、見かけたら、もう、私の目の前に出てきた敵は倒していこうかなと思います。おー、海。
おお、滝綺麗だね。あ、また光ってる子いる。光ってる子、これ倒してやっちゃった方がいいのかな、多分。光ってる子は倒して。なあ、もうボウガンすぐ撃っちゃうから、やだこれ。はい。おお。なにこの子、スライムつむりもいる。2匹くらい知らない子いる。知らなくはないけども。ちょ、倒そう倒そう。魔物の群れ。なんだこれ。ゲロック。絶対これゲロックな気がする。合ってる気がする。ゲロック。ポイズントード。惜しいな。え、待って。強くね？セイナ強くね？そんな強くなってたっけ？やったー。15も溜まってんじゃん。よく見たら。もう次16とかだった気がするけど。私もレベル、私じゃない。シルビアレベルアップ。スライムつもり倒したい。スモルトのつもり。そのままいっちゃおう、これで。ドーン。うわー、それ以外のもいっぱい出てきた。逃げちゃおうかな、スライムつもり。別に逃げたところで別に的な感じだけども。スライムブローを使ってんのに、スライムに対して一番最後に攻撃が当たるようにやっていくという、そういう AI プレイ。強いね。よーし、この奥だね。西の洞窟。西の、いちご 100%。冷水の洞窟。ここで、なんとかかんとかの、かんとかかんとかっていう、あの、綺麗な水を手に入れることで、もう、ボウガンやめてほしいんですけど。双葉レベルアップ。双葉は次何を覚えるんだっけ？両手剣スキルの、こっち側見に、こっち側やっぱ開けて多分この辺にあると思うんだよね。全身全霊切りみたいな感じのやつが。だからそっちの方に行ってからウンターカンターだね。アタック上に、やったー。しびれクラゲ。絶対合ってるこれは。こういうもうね、有名なやつは知ってる。マヒッター早速マヒッター一撃あ、避けた。まひらない。まひ、めっちゃまひってる。ぎってなってる。あ、まひってる。今のうちだ。行け。行け、双葉。今のうちに行くんだ。あ、よし、今のうちに行った。素晴らしい。意外と遠いね。右と左、どっちがいいんだろう。クラピカリオンで左。お、やった。うえい！バイオハザードの最初の狼か。なんじゃらほい。磨き絆。え、なんだこいつ。コウモリ関係だと思うから、バット的な感じだよね。ミミズクバット。暗闇ハーピー。コウモリじゃなかった。ハーピーか。強えな、セーニャン。セーニャンと神同じくらいじゃん、この攻撃力。やば。神のさ、この探検をさ、常に1個持っておいて、ボスの時は探検を的な感じのことやるの愛だよね、絶対ね。でも強い探検持ってないか、私。パフパフ！あらー、パフパフしてくれた。相手にしていない。そらそうだ。またなんか新しい子いる。ネクロマンサーじゃないよね。なんだこれ。ドーン。なんとかジジイ。魔法ジジイ。惜しいね。絶対そういうジジイ系だと思った。見えそう見えそうジジイ。やめてちょっとそういうの。ちゃんとその辺、低層守って。ベオニカレベルアップ。新しい呪文覚えた。イオナズン。ルカナ、あ、ルカナンな。ルカナンは強いね。よーし、それじゃあキャンプ挟もう。よいしょー。キャンプ火事。ベロニカの魔法攻撃力上げるか。魔導士の杖を打ち直そう。まあ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 、プラス1ぐらいでいいかな、とりあえずは。プラス1にするぐらいじゃあんまり意味ないのかな。せめてプラス2を狙った方がいいのかな。狙ってって言ってもさ、売ってみないとわかんないもんね。何これ中、私も中入る、ここ。よいしょ。座れないのかな？味方よ。ダハルネの街の方向、海は、あ、なるほどね。あ、はーい、わかりました。うわー、そう、なんじゃいこれ。清めの水は違うのかい？まあ、違うんだろうね、絶対ね。うわー、6匹もいるし、6匹でいきなり攻撃ですか？あーはー、そうですか。
くりした。神レベルアップ18になったか、これでできるね。そしてシルビアもレベルアップ。カミューがこれ16デュアルカッター、これ絶対強いと思うからね。よし、そして真ん中何ができるのこれ。真ん中がドーン、ここはシャインスコール、光のシャワーが降り注ぐ。なるほどね、お邪魔ぷよみたいな感じか。マタンゴがいる。あ、これマタンゴだっけ、どうだっけわかんないやん。デュアルカッター、ドドドドドドン、え、強っ強っデュアルカッター強っ。マタンゴ、お化けキノコだっけ、あれお化けキノコ出たよね、もう確か。デュアルカッター、ドーン、ドドドドドーン、マタンゴ、オッケーオッケー、いいね、強いね。宝箱、フェアリーステッキ、ほう、戦闘中に MP が少し回復する妖精のデッキ。回復魔力が上がるのか。回復ビルド間に合ってるか、別にいいや。おー、なんか追っかけてきてる。聖女レベルアップ。呪文。ザオラル。え、マジで。もうそんな覚えるんだ。早っ。宝箱。そしてなんか後ろになんかいたぞ、今。なんか気のせい、いた気がするんだけど。気のせいだわ。ブルーアイ。これなんかの装備の、何してんの レベルアップ19。そろそろ覚えるやつなんだろうね。イオラとか、あ、ベホイミ。もうすでにね、セイナが覚えてんだ、それね。装備時、会心率 3% アップ。両手剣装備時。今装備してるの両手剣だよ、確かね。オッケー。あー、明らかに。明らかにボスがいる、あそこに。なるほどね。あれが絶対ボスだよね。明らかボスで、シルビアとカミュどっちが強いかな。シルビアでも全然装備ちゃんと整ってないもんな。このままでいっか。なんかここにあるぞ。これなんだ、一応上がってみるか。装備じゃなくて、宝箱とかありそうな感じが。するけども、いいや、戦おう。一撃できるかな、一撃というか、一発で。いけるよね、こんぐらいのボスなんて、まだ序盤の序盤。そっか、先行ないのか。シーゴーレム。水に弱そうな感じがするけども、とりあえず作戦替えで全員命令させてもらいまして戦う。早速ですが連携技いきますか。それじゃあ火エンジン、これはものすごく強いからね。火エンジン入りましょう。火エンジン、そしてこの流れで、この流れでだ。まあでも先にね、ルカナンとかやっておくか。ルカナン聞くかな。ルカナン聞け。どうだ。あー、でも少ししか下がんない。ゴーレムだからかな、多分。それプラス、ラリフォー絶対いらないもんな。ギラ。まあ私は、渾身切りかな。渾身切り。ダーン。95強いね。で、セーニャが、ピオリムでいっか。あ、そっか、ルカナンは2回、ルカナン、ルカニが2段階、ルカナンが1段階か。なるほどね。じゃ、ピオリムやって、ピオリも1回よりもピオラを4回やった方がいいのかな。サイコス食らう？あ、食らわないんだ。これ楽勝フラグ多分来たぞ、これ。水流。これ全員攻撃か。うわーおー。でも言うてって感じだね。そしたら、デュアルカッターでいいか。あとはもうデュアルカッターだ。あ、もう、あ、残り少ないじゃん、みたいな。デュアルカッター、ボスっていうほどものなさそうだね、これね。中ボスだ、中ボス。そしたら、まあ、イオでいっか。じゃあ、イオ。とにかく攻撃仕掛けよう。まあ、ある程度なことをやった。あ、弱っちー。レベルを上げすぎたのか、それとも。どうなんだ。渾身切りー。ダーン。めっちゃ弱いじゃん。中ボスかな、多分。オッケー。シーゴーレム。750しか入ってもんだね。うん。デスコピオンとかもっと入ったもん、確かね。ってことで、清めの水。ドーン。おー、ムービー始まった。綺麗。セーニャが入る感じ？綺麗な湧き水、ここの水ならきっと最高級のセーズリの水が作れますわ。あ、作るんだ。セーニャが作るの？セーニャは清き水の水を使い、薬と調合して、あ、セーニャが作るんだ。すげー。
できました、アフタバ様さ。だ、早くダークハーランダ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 ーな、たささい。オッケー。セイナの胸が気になる。やったー。あ、さえずってる、さえずってる。ツイッター、ツイッター。完全なるツイッターだ。あ、それだけ？じゃあ、リレミット使って帰ればいいのかな？不思議な呪文で書き消されたってなってないかな？大丈夫かな？リレミット！はーい、ダーハルーネまでやってきました。これで村長の息子さんにさえずりの蜜をプレゼントすることによって、村長とのその信頼関係が生まれて、多分、今年のいい男選手権に出ることになって、そこで優勝して、そのまま旅に出る的な、そういう流れだと思います。ドラクエっぽい。お、勝手に行く感じ？あ、始まってんのか、もう、すでに。なんかすごいのいるんだけど。アングリー勇者と神がアングリーしてる。ちょっと見ない間に街はつっかりコンテストの雰囲気ですわね。双葉さんほらご覧ください。ものすんごいのがいますよって。ロマンチックじゃない。あのステージにいい男たちが勢ぞろいするのね。どっち方面のいい男だろうね。ヤヒムちゃんの顔見たいし、サイズの密は私たち3、あ、はーい、いってらっしゃい。あ、わかりました。私たち出ないんだ。了解了解。今回新しい仲間入んないのかな。めんどくさい仕事は全部男まさけ。そやな。まあ頑張ろうじゃん。あ、言ってないじゃん。あら、あんた海の男コンテストの席を取ってくれんじゃなかったの。はーい。まっすぐ進んだ広場。オッケーオッケー。すごい人だかり。せやな。高松の蒸気に熱気に驚かされた。せやで。うん。こんな感じなんだね。あ、来た。家庭かない？何が売ってるんだい？あ、でも、ちょっと、ふわふわしてない。ふわふわしてないから、ちょっと防御力高いな、これ。ルカに使いたい、ルカに。あ、こっちはいけるかもしれない。あー、ふわふわ感はあるけども、動きがちょっと足りないね。こんなんじゃダメだよ、ちょっと。見えないよ、こんなんじゃ。奥さん。新鮮か。あー、若干ふわふわしてる。若干ふわふわしてるけど、あー、海の男コンテスト限定品。今しか買えない。木製の木箱。あなたの船に入れば大丈夫。あ、ほんと、買う買う。え、売って？あ、売ってくれるわけじゃないのか。はーい。ん？前回優勝者のレアルさんに、銀牛人のカウデルさん、だいぶ、ぶぶ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 と、おいでおいで、あ、また来ましたね。顔がでもちょっとそこまで、好みではない的なところがあるけども、ねえ。へいらっしゃい、ベロロー。何これ。いい男選手権に出るんですか、あなた。ちょっと、場違いではございませんか。ベロベロ、この街には美味しそうなものがたくさん、あ、出るわけじゃないのか、なるほどね。これからコンテンツに、あ、出るんだ、やっぱ。最下位確定な気がするけどね。僕は海の男コンテストの大ファン。あ、そうなんだ。そういう、そっち系なんだね。君はなかなかも出前だ、男前だし。あ、ほんと？出るのかな私。じゃあ、出るかもしんないね。あ、ここでやるんだ。なるほどね。わーい。せやで。海の男やで。ポロリやで。ステージに上がるんやで。せやで。やっほー。始まる。ムキムキな人がたくさんステージに上がって、そりゃすごい。なるほどね。いよいよ、海の男コンテストが始まるのね。すごいセクシーな服着てるね。レアルさんのたくましい肉体人もいいし、カウデルさんの美声も素敵だし、私を応援してくれ。あ、これカウデルか。あ、頑張って。あ、入っちゃった、入っちゃった。いい場所っつってもさ、そんなに幽霊的な。あ、もうオッケー。あ、これ村長じゃないのか。さあさあ、ツンツンと髪型が決まっていて男前ですね。バカにしてんのか。そんな男前なのに、見物、見物とはもったいない。ぜひ、あ、はーい。じゃあ参加してあげるよ。コンテストの中で付き合ってる場合じゃ。優勝商品なん、あ、あれ？おっと、なんだっけこいつ名前。グレイグじゃなくて、もう一個の方。ね。ロメオス。ロメオスだよ、確か。逃亡者は人混みに紛れるもの。あ、なるほど、そういうことしようとしたんだ。まさか人目をはばかる堂々とコンテストで、ね。本当だよね。あ、やつの上、まさか、ダハルーネの民を聞きたまえ。そんなことないよーって多分ね、あの息子は来てくれるはず。ホメロスだ。そして、その男は悪魔の子、フザマ、ユゴノワ王国を滅ぼした噂前のもの。なんだってー、ザワザワ。ザワ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 。そんなことないよーって叫んでくれるはず、息子が。待ってーって。僕の声を直してくれたんだ、その人はーつって。そこから、なんだっけ、ラオディンだっけ、なんだっけ、その人が、この子は重大な、お客人だみたいな感じでね。やばいぞ、でも。今は時期悪魔の子双葉よ、おとなしく我が手中に落ちるがいい。まだまだそんなこと言って。ああ、いや、戦うの完全に戦わないつもりだったんだけどさ。
じゃあ全力でいこうか。呪文ジバリア。あ、一体、そっか、じゃあデュアルカッター、ドーン、デュアルカッター、ゼイ。でも全然食らわない、動じないんだけど。12、意外と強いぞ。様子がかかってる。よかったよかった。イオでいいよね、多分。イオか？ラリホー絶対違うよね。イオでいいかな。あ、でも一匹を確実に倒した方がいい気がする。でもこれ多分ね、負けイベントな感じもするけどね、倒せんのかな。うっ、ドーン、倒せるわ。よかったよかった。18。18。じゃあもう一匹。あの子はイオは勝手に死ぬと思うから、勝手にすることはないけどね。ドーンってやって、渾身技で一匹ずつ確実に。で、デュアルカッターね。あー、いい、最初にやっちゃった。まあいいや。オッケー。さあ、もうあとは余裕かな、多分。渾身技、渾身技でいけるもんね。あ、でも、いや、でもいける。あ、じゃあ、ちょっと、せっかくだから、お見舞い、お見合い、お見舞いしてあげるか。カエンジンやってもすぐ当たんないからね。じゃあ、死にそうなこの子に対して。シャドウアタック食らえー、ドーン。ごめんね、わざとじゃないんだよ。たまたまそのタイミングでね、あれが来たからね。渾身切りドーン。この後ホメロスと戦うってことないよね、大丈夫かな。普通にやっちゃったけどさ、元気出して大丈夫。グヌヌヌってなるかな。グヌヌヌってなってくればいいんだけどさ。あ、そうなの。あ、そういう系ね。結構倒したんだ、それじゃあ。無駄なあがきはやめるんだな。さあ、おとなしく。待ちなさーい。あ、ベロニカか。ベロニカと、シルビア。あ、すごいいいコンビだね、これね。いい、あ、お腹こすもんね。お仕置きよ。めっちゃいいコンビじゃん。なんだ、あいつらは。気分も何ちゃってる。強いからね、うちの子たちはね。うわー。これは、メラじゃない。メラゾーマだ。違う。メラゾーマじゃない。メラだ。メラ、メラ、メラ、メラ。あ、強い強い強い。めっちゃ強いじゃん、ベロニカ。でもちょっと、もうちょっと優しくしないと壊れちゃうよ。さっさと取り押さえろ。からの、こっちから、村長の息子が、セーニャでした。胸、押さえてる。違った。こちらにお逃げください。いや、すごいね、なんか。その辺の連携技が強いですね。コメロスもびっくり。まったく。退散退散ってなんのかな。お、おう、あ、見つけちゃった。あ、ちょっと手繋いでる、手繋いでる、手繋いでる。私とセイニャが手繋いでる。おお、あ、結構強いんだ。双葉、危なーい。あ、これはなんだ、呪いってわけでもない。神大丈夫？お、おやこだ、構うんじゃないよ。あ、え、マジで神、そうなっちゃう感じ。セイニャと手繋いでる。神、大丈夫かって言われてる感じの、その優しい感じの兵士だな、今の。あ、ダメなんだ。みんな結構、非常というか、ちゃんとしてるね、その辺ね。神が、その、来ても喜ばないっていうの分かってる上での、その仲間としての、その、ね、触れ合いじゃなくて、考え方ね、素晴らしいと思う、ほんと。